ビッグレンズのソシャック弁です。いやー、ミラーズランキング皆様お疲れ様でした。 S1 ランクを取ることができて、今回ね、イベントがまた始まったんだけど、もうさ、御霊の特訓に置く魔法少女がないんですよ。御霊さんって言ってもしょうがないので、ミラーズランキングね、206個溜まったんで、一応交換できるのかな、確認してこっか。今回2回か3回負けてるはずなんだよ。2回かな。ガチャチケット取れなかったら悲しいからな。おし、取れた。よかったよかった。これさえ取れればね。御霊さん、マギアチップが交換できないんだ。僕は6枚しか持ってない。あら、仕方ないわね。じゃあ、このおだちんのカースチップを、いくつ欲しいのかしら。もちろん全部だ。さすがにね、今回そんな全部だっていう風に言うほど、もらってないので、で、今回ね、このつくよちゃんのピックアップガチャが来てるんだけど、つくよちゃんに関してはね、もう貫突してるし、なんなら1枚余ってるからな。なので、これはちょっと回さないです。持ってない人はつくよちゃん結構いいですね。バランスタイプで、マギアがね、属性強化ダメージなんでかなりおすすめだね。今回ね、またクロちゃんをどうしても置きたくないので、この里見とうかピックアップガチャで、まあ、狙い目は星さんの魔法少女の子だね。星さんの魔法少女のこの、めぐるちゃん？なんとかきめぐるちゃん。ちょっと読めないんだけど、響きとかなのかな。こいつがね、でも 0.2% って結構確率低いよね。星さん確定したら 1.05% なんで、まあ多いけどな。こんだけいたらちょっと 1.05 って結構、さあ、ちょっとクロちゃんがどうしても置きたくないので、いや、ま、クロちゃん育てもぶっちゃけいいんだけど、ただね、ちょっとミラーランやって、だいぶね、頑張ったので、ちょっとご褒美じゃないけど、里見とうかピックアップガチャね、ちょっとやっていきたいと思います。メモリアがいっぱいです。さあ、メモリアがいっぱいだったんで、ちょっとね、段取り悪かったんだけど、里見とうかピックアップガチャで、星さんのね、魔法少女。ちょっと名前また忘れちゃったな。なんとか響きみたいな感じの名前の名字がね、読めない方だけ覚えちゃったな。なんかマギアストーン250個を使用して10回ガチャで星さん魔法少女を狙います。よろしいですか。いいですとも。あなたの因果に起きた異変、深く探らせてもらうわ。さあ、探ってもらおうか。参拝陣形を取ったこの S ランクを取ったね。参拝陣形で S ランクを取った、ソシャック面にな。確定率が出る前に目を閉じ、集中線が出る頃に目を開ける。よし。目開けもバッチリだな。いやー、ほんとね、参拝陣形で S が取れたのは超嬉しいな。まあ、あんまりこれちょっと参拝陣形で、100% 参拝陣形じゃないので、最初の序盤ね、1日目とか2日目ぐらいまでなんか、他の陣形使ったりはしてたんだけど、ぶっちゃけね、その時よりもね、参拝陣形で戦った時の方が点数高かったからね、普通ね。まあ、戦い方もなんかもう、効率よくなってきてるっていうのは絶対あるけど、やっぱりなんか使いやすいね、多分ね、今の時点で、じゃあもう今回から参拝陣形使わずにブレイブエシロン使ってくださいって言ったら、そっちの方が難しいもん。ブレイブエシロン使った時絶対アウェイ感が半端ないと思うね。そう。だからね、ちょっとね、参拝陣形をこれからも使っていくというね。まあ、多分使い分けるとしたら、ブレイブクロスかな。よくてブレイブクロスかな。とりあえず十字型のやつは一応ね、もしなんか参拝陣形の、また上位互換的なやつ出たら、そっちを使っちゃうとは思うんだけど、そうでもね、参拝陣形の、形じゃなかったら、例えばデルタとか、それこそブレイブエシロンとか、だったらちょっとね、それはあんま使わないと思いますね。その辺使えやっていうね、声があれば、まあ、試してみることはあると思うけど、特にね、そういう風に、まあ、言われてもいないので、そう。まあでも多分な、この、なんか、ガチャ動画はなんか楽しいけど、ミラーズは正直なんか見ないですって人は いたんで、多分いるとは思うんだけど、まあね、全然ね、その辺はね、逆に参拝陣形でどこまで戦えるのかっていうのをね、突き詰めていくことで、まあなんか需要と供給にマッチするんじゃないかとね、最近思ってるんで、
いやちょっと星さん魔法少女出るんだけど、撮ってないやつ出たいんだよな。頼むよ。それが出てこないと、置けないからさ、クロちゃん置いてもいいんだけどさ、ちょっとクロちゃんじゃやだからな。あと一回だけちょっとやりますか。頼みます。深く探らせてもらうわ。頼むぞ。確定演出が出る前に目を閉じ、集中線が出る頃に目を開ける。ちょっと遅かったか。結構今なんかもう全然言えてなかったな。そう、参拝、そろそろここのね、セリフ変えたいなと思って。なんだろうな、S ランクを参拝で取った咀嚼面がみたいな感じの、なんかいいのないかな。なんかいいの募集します。もしね、この動画を見てこの前工場的なやつ変えてほしいみたいな、そんなのないか。そう、なんか変えてほしいってなあったらね、コメントしてくれれば。まあ、なんかよっぽどなんか難しいやつとか覚えるのが無理だったりとか、なんだろう、あとコンプライアンス的なのに反するようなやつ、そういうのなかったら、おっと？おっと？来たか？これは勝ったのでは？やった、マジか。人と人が出会う確率ってとーっても低いんだよ。だからこれは運命的な巡り合わせかもしれないね。私は里見とうか、よろしく。ぐぎゅー、やったぜ。めちゃくちゃ嬉しいな。運命的な出会いですね。まさか出てくるとは思わなかった。もう絶対出なくて、下手したら多分なんか爆死エンドの動画になるとね、もう半ばね、諦めかけていたその時。やっぱりなんか、目開けがちょっと失敗気味の方がいいのかもしれないな。結構遅れちゃってたんだよね。まあ、セリフも失敗してたしね。ただこれ結構来てるな。ミラーズランキングもかなりね、引きが良かったりとか、運が結構良かったんで、やっぱその流れ引きずってくれてるのかもしれない。引きずってるって言ってあんま、いい意味に使われないか。そう、結構いい感じだな、マギアレコード。まあ、なんか全然ね、動画、何の参考にもならないね。あれなんだけどね。今来てるって言っても、それはなんかみんなが来てるわけじゃないから。いや、そう考えるとな、今のめっちゃ良かったな。今日結構ガチャ回そうか迷ったんですよね。もうクロちゃん育てるかぐらいの勢いで、言ってたんだけど、いや、待てよって。前回も結局クロちゃんって、やるの超もったいないっつって、前回何やったかって思い出したらさ、ガチャ回して引いてたんだよ、魔法少女。だから同じことをやった方が絶対いいかなっていうね、そっちの方がとても嬉しいって、みたいな感じにね、ちょっとなってたんで、もうちょっと何言ってるかわかんないけどね。そう。予霊で目を覚ます。目を覚ますんだ！よし！いや、よかった、でも。ちょっと見てみよう。あー、めっちゃこれいいな。確率上げてこう。いや、マジで確率上がってたんじゃない？さっき。いいですね。これ、個人的にね、これ SD の絵をこれに変えたい派なんですよね。この絵がこの絵をできるだけ長く見たいみたいな。魔女化のない世界を作ろうとしている魔法少女。入院していた里見メディカルセンターの、院長の娘で、幼くして天体物理学を、収めた理系の天才。普段は、無数の、危機に囲まれながら研究を続けており、夢は宇宙のすべてを知ること。この子結構ね、天才だからね。シュタインズゲートでいうね、マキセ・クリスみたいな感じとは、まあ、全然違うけど、そう、超頭いいね、ブレーンなんで。少し時間もございますし。ちょっと待って、これなんだ、プレゼント。なんかプレゼントもらえてる。ああ、やった！そうだ、これ、三玉さんからのね、ご褒美があったんだ。これはなんか補填か。不具合、これ、不具合の補填ですね。まさか出るとは思わなかったから結構ね、今、放心状態じゃないけど。いやーもうこれはマギアレコードにね、もう完全に魅了されちゃいますね。どこ行った？あれ？俺の釘、あ、そっか。未開放だから。いた。
おお、これが釘牛か。これが噂の釘牛というやつですね。果てなしのミラーズはあまり行きたくないかも。コピーを取られちゃうし、私が二人いるとか考えただけで気持ち悪いもん。おお、めっちゃ可愛いじゃん。え、めちゃくちゃあれだと、ノーマークだったけど、このイラスト超可愛いな。ノーマークったら変だけど、あんまりなんか、意識してなかったね。いいですね。背景変えよっか。この子にぴったりな背景探そうぜ。この子にぴったりな背景、もう気持ち悪いおっさんかよって。これはね、宇宙が好きだから宇宙にしたいけど、あの背景絶対合うんで、カレー屋一番合わねえな。あ、これも結構合うな。うん、これだよ、これ。絶対この背景がぴったりでしょ。いやー、もうなんか、今回、超いいな。とりあえずね、ミラーズでね、S ランクが取れましたよってことと、これでね、クロちゃんのね、枠がちゃんと埋めれるんで、まあ、早速ね、この三玉さんにね、三玉さんに特訓をお願いしに行くんで、これから。ということで、じゃあ、またな。